それでは今週も2015年金運上昇の1分間エクササイズを一緒に行っていきましょう。今週のテーマは仕事もビジネスもどんどんうまくいくというのがテーマです。では早速ヒーリングポイントについてご説明をしていきます。今週はこの脇の下のラインを結んだところですねと体の中心線が交わるところに手を当てていきます。このポイントに男性は左手が下、女性は右手が下になるようにして手の中心が重なり合うようにして手を置いていきます。まず5秒間ですね。1、2、3、4、5、はい、で5秒経ったらゆっくりとふわーっと離してまた5秒間ゆっくりと安静にしておきます。そして2つ目はおへその下の丹田のところ、ここに男性は左手が下、女性は右手が下になるようにして同じく手の中心が重なり合うようにして手を置いていきましょう。ここは1分間手を当てていきます。はい、そして1分だったらふわーっとゆっくりと離してまた1分間ゆっくりと安静にしておきましょう。今週はここに手を当てることによって皆さんの仕事やビジネスがどんどんうまくいくようになっていきます。新しく新年から仕事が先週スタートしておりますけれども、その仕事をやっていく上で皆さんもパワフルに仕事をこなしていくことができるようになっていきます。さらにどこか新しい活躍の場、もしくはリーダーとして活躍する場が皆さんに与えられるかもしれません。ぜひ新しいことにチャレンジをして仕事やビジネスに取り組むようにしてください。そしてこのヒーリングを続けながらさらにいい影響を与えてくれるのは目標を立てるということです。今年1年の目標でもいいですし、四半期ごとの目標でも大丈夫です。目標を立ててこのヒーリングを続けながら仕事に取り組むことによって皆さんさらにパワーアップしていくだけじゃなく、何か新しい能力も皆さんの中で開発されていくようです。自分自身の本来の能力、それから自分自身の強みを生かしながらさらに目標を立てることによって仕事をパワフルに活動していくことができるようになりますので、1月13日から2月の9日までこの1ヶ月間1分間ヒーリング、この1分間ヒーリングをぜひ行って仕事にチャレンジしていきましょう。